どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。毎週日曜日は、ガズギターということでギター初心者レッスンやっております。普段だとこのガズレレというウクレレ簡単レッスン動画を上げているチャンネルなんですけど、日曜日はギターちょっと練習していきましょう。さあ本日取り上げたい曲はこの春真っ盛り、桜がもうね、もう満開に近づいて、もうそろそろ散ってくるこの時期歌いたい曲、ユーミンの春よ来い。こちらの曲をこの簡単ガズギタースタイルでやっていこうと思います。いつものように2バージョンなんですけど、簡単バージョンはもう超ゆっくり簡単にしてますからね、ご安心ください。かっこいいバージョンではなんとあのフレーズも完全再現というか、ちょっとニュアンスをつかむ感じでできると思います。楽しいですよ。やっていきましょう。さあ、このガズギターですけど、このチャンネルはですね、もう音楽なんかやったことない。私きっと音楽って無理だと思うみたいな、そこのあなたがあっという間でできちゃうギター教室です。革新的。この私ガズが考えついた、本当にね、画期的なギターの弾き方なんで、諦めてた方もできると思います。やってみたいなと思った方は概要欄にガズギターの始め方の URL 載っけとくんで、動画を見ながらちょっと練習してまたこの動画に戻ってきてください。でいつも言ってることなんですけど、このここのね、普段やってるこのガズレレというウクレレチャンネルなんですけど、ウクレレを始めてからギターに横展開するのもめちゃくちゃおすすめです。基本的にはね、弦楽器ですし、このリズムのね、捉え方とかすごく似てるんで、ウクレレある程度練習して、ウクレレの方が簡単なんでね、それで横展開してギター、これもおすすめですんで、ガズレレでウクレレ始めるか、始めたい方もぜひ概要欄に貼っとくんでやってみてください。さあさあ、いつものようにレッスン始めていきますけど、今日はですね、コード7個ですね。今も最初にコード出しときます。7個なんですけど、これをね、見てもらうとわかるように、まずシンプル簡単バージョンは、指2本コードばっかりで、E というコードだけが指3本です。これ、めちゃくちゃ簡単ですからね、コードだけは。あとでも忘れちゃいけない、弾き語りって歌が中心だから、歌こっちにフォーカスしていきましょうということで、まずシンプル簡単バージョン、このコードを使ってやっていきます。で、この後ね、解説しながらかっこいいバージョンに入っていくんで、最後までお付き合いください。それではね、まずは、簡単バージョン、春よ来い。やってみる。1、2、3、4。
見ました。いやー気持ちがいいっていうか、このユーミンのこのね、春よ来いはやっぱユーミンの中でもやっぱりもう特別なものすごいエネルギーがある曲ですよね。しかもコード簡単じゃないですか。サビとかは F、G、A、A 星だけですからね。これはですね、ギター初心者の方にも最高だし、なんていうのかな、歌のこのね、この名曲がこの簡単コード、ほとんど1個だけ以外は全部指2本コードで今やったわけですからね。このまた2本コードの響きがいい味を出すんですよね。この F とか C とかね、これ逆にですね、かっこいいバージョンもこの2本指コードでもかっこいいかもしれないですね、うん、まあまあすごい。これこれショートカットアレンジバージョンなんですけど、やっぱりこのボリューム結構ね、ボリュームがあるなという感じですけど、まずゆっくり、テンポもゆっくりだし、取り組みやすい曲だと思いますね。ぜひ皆さんじっくりやっていきましょうということですね。まずちょっとガズギターの楽譜シェアします。ガズギターの春よ来い、マットウェイユミさんです。はい、イントロですけど FGAFGFGAFG、 しかしこれがメインのコード進行ですからね、いいでしょ。そしてここ見てください、フレーズって書いてある。これかっこいいバージョンではここにズンデレンレンズンデレレン、このフレーズを弾いてしまおう。ちょっと期待してください、かっこいいバージョン。はい、こんな感じで画面に映しておくので、一時停止で皆さんモリモリ書いて、自分のペースでいいんでゆっくり練習していってください。あとここちょっと見て、下にくるっと囲ってるやつ、ここかっこいいバージョンでここワンブロックコード4つ弾きます。でもこれも簡単なんでね、まあできると思うんですけど、ね、一応ねこんな風に、分けておきましたということです。はい、いいですか。で、ちょっと構成ですけど、イントロやって、A メロやって、B メロやって、で、サビやったら、はい、サビじゃ、イントロに戻ります。このフレーズで、んでれんねんってやったら、今度こっちに戻ってきますね。はい。これ簡単バージョンではこのブリッジって書いてあるとか伸ばしてやったんですけど、かっこいいバージョンはここもちょっとアルペジオという弾き方をやってみようかなと思います。コード進行めちゃシンプルなんですよ。嬉しいでしょう。はい。そしてここまで来たら、またサビいきます。サビっていうのはここですね。はい。春よー。はい。ここをやったらまたこの最後の、このラストのところに来ますね。そして終わったよーということです。これまあまあ、時間的に余裕があれば、この後またイントロのフレーズやって終わるのもすごいかっこいいと思いますけど、ひとまずはね、ガズギターではここまでというアレンジです。じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。あ、そうか、これ後で、ちょっと、さっきも映したけど、ちょっとね、今から見ていきましょう。今やったシンプル簡単バージョン、さっき映したこの7つのコード、指2本コードに、E だけが指3本だったんですけど、じゃあここからもね、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはちょっとコードが変わります。はい、ドン、こう変わりました。まずね、C と、F と G、この3つのコードで、押さえ方ちょっと豪華版になってますからね。色がついたところの指が足されてます。これいつものガズギターのパターンですけど、最初 C はこことここだけだったのに、ここが足されました。2弦の1フレット。はい。そして G は、こことここだけだったのが、1弦の3フレット、ここも足されました。F も、こことここの2個だけでいいですよって言ってたんだけど、ここの小指のところとこんな風に足されました。これがガズギターのパワーアップバージョンです。かっこいい版のコード進行になっています。このコードを使って、かなり響きが良くなると思いますが、今回はですね、弾き方まずですね、アルペジオと16ビートの茶というか、そんな表現でいくといい。行こうと思います。で、ピックを使っていこうと思いますね。じゃあ、例えばアルペジオはどうするかというと、ちょっとこの F のコード見てもらいたいんですけど、このバツがついてるところあるじゃない。ここ弾きたくないんですよ、できれば。C もそうなんですけど、バツが書いてあるところはできれば弾かない方がいいということですから、F でアルペジオをやるときは、あえて1、2弦をアルペジオのときは弾かない。はい。弾いちゃうと、ね、ここミュートかけてたり、とんでもないちょっとね気持ち悪い音になっちゃうんで、アルペジオの時は3、4、5、6弦しか弾かないとかね、こんなのがポイントになります。で、 C とか G のところはもういい感じで6弦から1弦までこうトントンパンパンポンパンパンパンポンパン、ランダムに、これ別にこの弦を弾いてくださいっていうんじゃなくて、ニュアンスでいいですからね。もっとラフにトンパンパンパン、こういう風にちょっとねラフにアルペジオっぽく弾くのもいいと思います。で、サビでは春よ来い、ゆったりした
どっしりした16ビートのこのニュアンスをちょっと取り入れたいなと思います。この16ビートっていうのはちょっと深いリズムなんでね、まずねこれウクレレのねレッスン動画16ビートとかめちゃくちゃ役立つんでですね、そのガズレレで16ビートの弾き方みたいなのをマスターしてもらうの方が逆に解説としてはうまくいくかなっていう気がするんですけど、とにかくゆったり気分いつものことですけど、ガズが得意なとか大好きな弾き方で、このストロークの時にこのブリッジというここのところにここのね手をこうちょっと当てて音をわざとくすぶらせます。そうするとちょっと鈍くなる。これフルオープンで弾くとこういうジャキーンみたいなのもかっこいいですけど、ちょっとガズはねミュートをかけていつものように16ビートはやっていこうと思います。はい、そして皆さんお待ちかねのイントロフレーズを解説します。まずねイントロだけはちょっとコードを今出しますけど、 F の時に指2本コードでいいです。いいですか、この2本コードなんですけど、注目してほしいのは 3弦のこの2フレットと0フレット、わかる？3弦のこれをコード弾いた後にいちいち入れていきたいんですよ。聞いててください。わかる？この6弦と5弦の音が響いてる中でですからね。はい、 G もこのね1弦の3フレット押さえなくて簡単コードで同じでしょ。 A 星もいいでしょ。これとにかく全てのコード弾いた後に3弦の202202を追いかけていく。で、これ結構難しいですよ。 G はですけど、このあ、じゃあね、F はこうでしょ。 G の時、これで押さえちゃうとこのフレーズ押さえられないんで、指をですね、この指で押さえたいですよね。そして人差し指でこの3弦の2フレット、これをやりたいわけです。はい。で、A の星はこのまんまでいいんですけどね。はい。このフレーズやりたいでしょ。これぜひじっくり。ちょっと練習してみましょう。せーの。F。A 欲しい。もう一回。こんな感じです。これはちょっと余裕出てきたかもしれません。ちょっと難しかったら、デレン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 デンってこう口で言ってから、慣れてきたらちょっとこのフレーズにチャレンジしていただければというふうに思います。ゆったり焦らず、本当にこう舞い散る桜吹雪の中でしっとり歌う、これをイメージして歌うのが大事です。かっこいいバージョン、春よ来い、ガズレギター、ガズギターかっこいいバージョンやってみる。歩いています。
ってみました。あー気持ちがいいですよ。これはですね、今のこの時期、春めいてきた時期にこれゆっくりこのどっしり桜こう吹雪の中で最高ですね。やってみてください。これはね、あのコードは簡単ですけど、やっぱ歌の感じとか、あのこのリズムのグルーブ、やっぱこうアルペジオと16ビートのこううまいことをミックスさせるのがですね、キーポイントかなと。そしてあのイントロ、これでもご飯3杯ぐらい食べられるぐらいいいフレーズですよね。これあの余裕持ってまず全体像掴んでからこのフレーズの練習に入っていくのがいいと。まずは歌をね、中心に、弾き語りって歌中心ですから、今の時期、歌っていってください。よろしくお願いします。さあ、このガズギターですけど、コメント欄、ぜひご活用ください。知りたいこと、質問あったら、書いてくださると、私が、動画でお答えしていったりとか、そこで答えたりすると思うんで、ぜひコメント欄にね、なんかあったら書いていただけると嬉しいかなと思います。そしてガズギターもめちゃくちゃ面白いよということで、周りの方にもぜひご紹介くださいね。そしてですね、あと、最新情報としては、私がメインでやってる、この、ね、さっきから言う、登場してるガズレレというウクレレの YouTube チャンネルなんですけど、このチャンネルの中で、私のですね、ミュージックビデオが、新たに公開されております。歩くという、ガズ作詞作曲の素晴らしい、自分で言っちゃうけど、めちゃくちゃいい曲、ぜひ皆さん聴いていただきたいなというふうに思いますんで、ちょっと概要欄にね、そのミュージックビデオにご案内をしておきます。よろしくお願いします。でね、ガズレレではいろんなイベントやってて、そっちも面白いので、この後ちょっと最新情報として貼り付けておきますんで、チェックしておいてください。さあまた毎週日曜日お会いしましょう。ガズギターガズでした。最後3年ガズレレ生誕10周年ということで、東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんでぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入って そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどだって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。